うん、でもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花です。こんにちは。はい、ということで今レッスンが終わってって感じなんですけどそう、この後はあのチームメイトの雫公演があるので、よかったらオンデマなどで見たりだったり、現場来てくださる方は気をつけて来てください。で、今レッスン始まる前にさっきついにこれもらったんです。でれー、いやー、ついにこれをいただきました。エモガール、イエーイ。そうなんです。見た？ってさっきみんなで見た。ギャーって言いながら見た、みんなで。そう、そう、そう、見ちゃった。みんながすごいいいねって言ってくれた。で、他のメンバーのやつとかも見た。すごい、みんな良き、みんな良き、みんな良き。そう、これをいただいたので今日お家に連れて帰りたいと思います。うん、ね、まだちゃんとみんなのも見てないから、また帰ったらインタビューのとことか見てみようと思って。そう、オフショット待ってるねって、もう多分出尽くしたよ。結構いろんなところで出した気する、オフショット。 SNS にもプラメにも結構出したよ。うん、うん、これ飲む。あ、うまっ。自分のお気に入りは、どれだろう。自分のお気に入り、全然自分のじゃないねんけど自分のとこじゃないねんけど、ハルピョンがカーテンピャーってやってるやつが好き。おにじハルピョンがカーテンをピャーンってやってるところがあって、それが好きです。まっ、そう、これかわいい。あと茂木さんがとっても綺麗。茂木さんが足パッカーンってしてるのも好きそう、椅子にまたがってパッカーンってしてるのも好きです。うん、茂木さん全部綺麗。なんか茂木さんのたどりをした写真がすごい好きで、大西。そうそうなの。
もぎさんがたどりされてる時の顔が好き。なんか自撮りじゃなくてたどりの方が好きなの。ほんと顔綺麗。あとひだちゃんも、ひだちゃんあのオフショット出してないのかな。なんかめっちゃすごいひだちゃんのオフショットがあって、それを帰り、この撮影の帰りにどんな感じの写真撮ったみたいな見せ合いっこしててんけど、そう、この写真どこでも見てないんだよな、多分出してないんだろうな。うん、麦さんも自分でたどりが好きって言ってたよね。あ、ほんと？うん、もぎさんは自撮りより、自撮りも可愛いけどたどりの方が100倍可愛い。うん、でも嬉しゅうございます。やっといただきました。もんちゃんは自撮りとたどりどっちが好き？自撮りかな。なんだろう、たどりももちろんあれなんだけど、ただこういうプロのカメラマンさんっていうよりかはさ、なんていうの、普通にメンバーとかにさ、こうたどりで撮ってもらう機会って結構多くて、歌番組の時とかの時やったら、なんだろうね、なんか自撮り、たどりってなんか 3D っぽくなるんですよ。わかんない、大西の見解だと。そう、でも自撮り、うちカメラで自撮りで撮ったやつはなんか 2D になるんですよ。なんか平面というかざっとなるから、なんか大西は結構なんだろう、ボコボコしてるので顔が、うん、だからなんか大西は、自分は 2D にした方がなんか自撮りの方が好きかもしれない。うん、そうなのね。そう、立体感があるのはとってもいいことなんだろうけど、なんか大西の立体感はね、ちょっと違和感のある立体感なんですよ。なんか、うん、ちょっとポコってなってるとこがちょっと違うのか。うん。うん、イカルンさんもそれで言うと、たどりの方が好き。いや、イカルンさんたどりというか写真じゃない方が絶対好き。なんかなんていうの、急にイカルンさんの話になったけど、そう、佐々木ゆかるんさんは生で見たら1000倍綺麗、写真の、写真も綺麗なんだけど、ゆかるんさんも顔の凹凸がすごいはっきりしてるというか、だからこの間一緒にあの舞台君線っていうのを 2.5 の舞台なんですけど、やった時にすっごいその2.5 のビジュアルがめちゃめちゃ似合ってて、
そうっていうぐらい顔が端正というか綺麗なんですよね。そうそうなんです。写真も可愛いんですけど、なんかゆかるんさんは生で会った方がめちゃめちゃ綺麗だなと思うあ、なんだ、あの現象なんだろうね。なんかわかんない。大西その今まで、まあ、メンバー以外にもさ、たくさん女性の方とこうお仕事させてもらってさ、でわ、もしこの人の鼻好きみたいな私結構鼻好きなんですけど、人の、男性でも女性でも、なんか目も好きなんですけど、鼻が好きで、こう立体感のある人が、で、あ、何の舞台だったかな、去年一昨年ぐらいにやった舞台で女性だけの舞台があって、そこに出てらっしゃった方の鼻がめちゃめちゃ高かったのよ。めっちゃかっこいいと思って、めっちゃ綺麗と思って、でもその方の自撮りももちろん可愛いんだけど、なんだろうね、これ難しいのよ、これなんだろうね、なんか自撮りとかだとその鼻がやっぱ目立た、やっぱ 2D だからかな、自撮りだと、あれ難しいもんで、あの綺麗な鼻を写真で再現したい、すごい、あ、な、あれどの、そう難しい、滑り台みたいな鼻の人大好きって、滑り台こういう人ってことやんな。大西はね、大西どんな鼻好きなんだろう、大西どんな鼻好きなんだろう、鼻好きだけど、なんかこの鼻好きやなってあんま思ったことないな。だ、え、待って、誰だろうな、ちょっと待って考えよう。あ、でもゆいゆいみたいな花も好きなんだけど、大西、ゆいゆいはあれ、 な何花っていうんだろうね。ゆいゆいもちょっと特殊な、特殊というか、なんだろう、ゆいゆいの花好きですね。でもゆいゆいの花も好きだし、あと誰だろうな、え、でもそれこそゆかるんさんとか好きかもしれない。うん、そう、そうなの。あと男性で言うと、これ私昔からなんですけど、これ何回か言ったことあると思うんですけど、男性って眉毛出てる人いるんですよ、骨で、ここがこうなってる人がいて、そう、それ好きだったりするんですよね。そう、うん、なんか女の子はなんないんだって、眉毛がこう、眉毛のところの骨がこう出ないんだけど、男性は出るらしくて、あれ見てたらいいなってなるそう、いいなの方なんだけど、大西はなりたいと思う。あ、確かに阿部寛さんとかそうかもね。うん。かといってそんな、そこを注目して見てるわけでもないので、あんま、例えばって言われたら誰って分かんないんですけど。そう。うん。なりたいんか。なんか男性に生まれ変わったら、あの骨付きになりたいなと思う、うん、
ま、影ができるね、あの影できるのすごいよね。あ、15分だった。そろそろ移動かしら。私、あ、やべえ、お兄さんあと2分だわあ、結構ギリギリだったのね。お兄さんごめん、ちょっとあと2分でお兄さんあれだわ、行かなければいけないやばい、終わります急がなきゃ、行きます。ランキングの方、1位の方から呼んでいきます。いきますよ1位ハゲハゲアットマークもいちゃん大好きです、ありがとうございます。イエイ。そして2位がアンマンさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がヨちゃん、ロユーももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が、カホアットマークニコさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がサトチアットマークおにじくんさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして、9位がイチヨシ ABS さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が、翼さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がつよしさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がアイスさん、ありがとうございました。イエイ。やばい、あときっと30秒ぐらい、ありがとうございました、見てくださって、じゃあ行ってきます、終わります。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。イエイ、うん、でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では今日は雫公園、ぜひぜひあのよかったら見てくださいよし、じゃあね、バイバイ、行ってきます。ごめん、こんな時間ないと思ってなかった。バイバイありがとうございました。